今日はね、オイル交換の仕方を教えていただこうと思いまして、はい、僕の行きつけの中谷自動車さんにやってまいりました。はい、はい、これで今日担当していただくのが中谷自動車の寺田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりじゃないですか、はい、です ね満を持しての登場ということで、はい、で今回ね、あのオイル交換の仕方を教えていただこうと思うんですけど、はい、使うお車こちらですね。あ、こちらですか。はい、こちらのプリウスを使わせていただこうと思います。はい、でこのプリウスね、視聴者さんのお車なんですけども、はいはい、もうこれ勝手に取っちゃうんで、あ、取っちゃいましょう。でこれを使ってじゃあ教えていただこうと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずはこういう感じで車をリフトアップします。いや待ってくださいよ、あのね、はい、普通の人ってリフト持ってないですよね。あ、そうですね。あの僕ら素人でもできるオイル交換の仕方を教えてほしいんですよ。あ、なるほど。これないですよね、普通。これはね、ちょっとないです ね普通の人は持ってないですね、はい、そうですね、普通の方であれば、まあ、ジャッキアップしていただいてとか、ね、ちょっと潜り込んでになるかなと。そうですよね、そうすればしゃあないですよね。ですね。で、まあ、その場合はもう必ず馬することですよね。あ、もう必ずしてください、ね、じゃないと危ないんでね、はい、危ないです。だからまずジャッキアップして、はい、で馬かまして、そうです、それで下に潜り込むような感じになりますよね、僕らがやる場合は、はい、かなりしにくいと思いますが、しにくいですよね、はい、まあ、それがあるとね、はい、ちょっと動画も撮りやすいんで。そうですね、はい、下取らんとダメなんで、はい、はい、ちょっと上げさせていただいて、はい、今回はこういう形でやらせていただきます。はい、はい、で下ですね、はい、下がこんな感じになってますね。そうなんですよ、これね、はい、あの抜くためにあのカバーちょっとついてるんで、はい、ちょっとカバーを取っていく必要があります。なるほど、これカバーは全体取っちゃうんですか。はい、いや、もうね、ここだけちょっと取って、そしたらここがね、半分折れるようになってるんで。これですね。はい、あ、分かりました。その状態でちょっと取っていきます。はい、これはネジかなんか。ね、もうプラスチックの、はい、ものでついてますんで。どうですか。ここですね、こんな感じの。あ、これですね。再利用可能。はい、なるほど、なるほど、はい、分かりました。ちょっと取っていきます。はい、お願いします。はい、で取るためにこれをちょっと使用していきます。はい、あ、このやつが、はい、まあ、マイナスドライバーとかでも取れるんですけど、ちょっとね、舐めるかもしれないんで。あ、なるほどね、はい、そういうのがあった方がベストと。はい、はい、はい、じゃあ取っていきますね。ここの部分に割れちゃうかもしれないんで慎重に取れない。こういう感じですね。あ、なるほどね。これやったらキュッて取れるんで、はあはあはあ、すごい取りやすいんですよ。あ、なるほどね。これが、はい、取れたやつです。はい、これ何箇所あるんですか。これがね、1、2、3、4。 あ、結構あるんですね。そう、あ、違いますね。違いました、はい、はい、これは2箇所ですよね。プリウスの場合2箇所ですね。はい、多分、まあ、もちろん車種によって違ったり。あ、違うわ。3箇所です。はい、わかりました。車種によって違います。はい、これを取っていきますか。はい、はい、じゃあ中が、あ、こっちからですね。こんな感じで、はい、はい、開けれます。こんな感じになってますね。はい、これエンジン、はい、オイル抜くように、はい、まあ、こう半分に全部取らずにできるようにしてあるんで。あ、なるほどね、はい、はい、これでじゃあ作業をしていきます。はい、これで、はい、あ、これでオイル受けるわけですね。はい、そうです。ちょっと止めてここで。あ、なるほどやっていきます。で、私は、あ、ここので、次はドレーンを、あ、これ、はい、はい、取るんですけど、はい、私、まあ、ちょっと非力なもんで、はい、このロングスパナというんでしょうか、長いやつで、はい、こちらを使用して使って、あの、取っていきます。テコの原理で長い方が力入るということね。はい、ちょっと位置変えますね。はい、こう、こうか。よいしょ。できない。硬い硬いあら、締めてる。私、ちょっと待ってくださいね。いた、こうですよね、うん、こっちですよね、うん、あ、いけた。いけました。はい、いけました。ちょっと硬かったですか。ちょっと硬かったです。これ前やった人が締めすぎたということですね。はい、ちょっと締めてますね。はい、私はこれですよね。これを取ったら、はい、オイルドバッて出ちゃうんですよね。ドバッと、はい、出てきます。これコツがいりますよね。そうですね。
まあ、私も結構ビシャーするんですけど、ね、これあの失敗する絵とかいらないんで、はいはい、まあ、あった方が面白いんですけどもうそれは任せますんで。あ、本当ですか、はい、まあ、ちょっとあの失敗する気なくてもビシャーなる可能性はあるんですけど、ね、あ、ね、それはあの、はい、わざとやったいことにしておきましょうか。あ、まあ、そうですね、はい、じゃお願いします、はい、まあ、私的には、はい、最近ちょっと習得中なんですけど、どうやったらかからんかっていうのを、はい、こう取るときに押さえつけながら、押さえつけながらね、はい、なるほど、キュッ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 取っていって、はい、なんか手の感覚で、あ、取れそうやなと思ったら、あ、なるほどね、シュッと引く、あ、出てきました、あ、なるほど、やばい、あ、やばいですね、やばい、やばいですね、やばい、もう来てる、あ、はい、あ、こんな感じです、出ました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 、よいしょ、これを失敗するとドピャーなるんで、なりますよね、もうここまでビシャーなるんで、最初なりました、まあ、ちょっと中、あ、なりました、なりました、最初は今日は、今日はまあまあ、まあまあですね、これ動画的にやってくれたんですよね、まあ、そうです、そうです、ね、失敗したらこんなんなるよっていう、はい、そうです、最近はそんな手にかかることなんてないんで、ないですよね、はい、もうねベテランですからねまだペーペーです、ペーペーですね、そうですね、でこれは、はい、もうこのまま置いとくしかないんですよね、もうこのまんまですね、重力に任して、はい、そうです、もう止まるまで、止まるまで、じゃあね、このね、はい、落ちてるのを待ち時間利用して、はい、ちょっといろいろ聞いてみたいんですけど、はい、営業から、はい、メカニックの方に移動して、はい、これで4ヶ月ぐらいですか、そうですね、どないですか、居心地は、居心地は、まあ、毎日やっぱバタバタ、ちょっと営業とは違う忙しさがあるなっていう感じですね。で、どうなんですか、楽しいんですか、ぶっちゃけ。あ、でもめっちゃ楽しいです、やっぱり営業よりは。いや、なんか違う楽しさなんですけど。そうですよね、まあ、自分のやっぱしたかったことなんで。あ、そうかそうか、はい、どんなにこう暑くても忙しくてもやっぱり、はい、あの達成感というか楽し、毎日新鮮やなと。そうですよね、最初からこのメカニック志望ですもんね、はい、そうなんです、で前の職場でも、はい、一応こっちの方やってたんですよね。そうですね、もうなんか、メンテナンスっていうよりはその車庫帳をつけたりとかカスタムしたりとかそっちの方だったんですけど、まあ、車触るお仕事はちょっとだけかじらせていただきました。見てる方にとったら、はい、突然やったような気はしますけど、でもね、前からもともと希望してた職場にやっと移ったという感じですよね。はい、そういうことですね。毎日楽しくて、はい、いいですね。めっちゃ暑いですけどね。あ、これからでも暑くなりますよ、はい、もう髪切りましたもん。あ、ほんまですよね、昨日切り行ったんですけど、ね、なんか大人っぽくなりましたねなりました、なりました、なりました夏近づいてきたんでちょっと髪も染めて。あ、そうですね、はい、いい感じですねそんな感じでイメージチェンジちょっとしたんでね、いい感じですね、いい感じに抜けてきましたね。でこれは、はい、本来はもう全て抜き切った方がいいんですけど、はい、そうですね、それしようもったら 2,3 日かかるんで ね、 そうですね、もうある程度のところで、はい、もう切りつけないと、まあ、そうですね、これぐらい抜けたらもう十分やと思います、はいはい、でこれはもうまた蓋するんですよね。そうですね、それでもう締めていきます。これ締める時の注意点とかは、まあ、特になく、まあもう普通に締めて、でも締めすぎたら逆にダメなので。あ、なるほど、はい、みたいなことにもダメ。そうなんですよ、私が使ってるやつ力入りすぎちゃうんで、もう締めるときは半分に持ってギュッと締めてます。なるほど、ね、はい、はい、じゃあ締めますね。締めますね、はい、よいしょ。これあのどっちに回すか分からへんようになったりしません？あ、もう分かんないですねいつも私あの右と左があんまり分かるタイプじゃないんで、はいはい、右は箸持つ方って覚えてるんですよ、はい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 、なんで子供か右回り左回り持った時もどっちで箸持つっけなって思いながら。あ、なるほど、ね、はい、やります。これ僕の覚え方なんですけど、はい、ネギ外す時は、はい、のの字の反対と覚えてるんですよ。あ、ひらがなののの字ね、はい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 、あれの反対に回すと、はい、開くと。あ、なるほど、締めるときは逆にのの字なんですよ。そう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 、ね、締めるときがのの字、のの字、開けるときがのの字の反対。え、分かりにくくないですか、それ。分かりにくいかな余計分かりにくい。いや、
ちょっと使ってみます。使ってみてください。じゃあ今回は締めるのでのの字。そうですね、のの字で。こうですね。そうですね。だけ、まあ、時計こうですね。そうです。これが難しいんですよ。難しいですね。頭の中で考えるのがね。はい、でこんな感じで、まあ、普通にもう締めていきます。はい、もうこれ普通ですね。はい。で硬くなったなからギュッと締めるんですけど、はい、まあ、締めすぎは注意なんで、はい、私はまあこのスパナ使うときはもう半分。なるほど。持ってキュッと。これ慣れるしかないですよね。そうですね、もう感覚なんでしょうけど、はい、まあこんな感じで大丈夫です。でまあちょっとねここにオイルついちゃってるんで。あ、そっかそっか。はい、ちょっとこうやってブレクリを。それ普通のパーツクリーナーでいいんですよね。あ、そうですそうです。こんな感じで、はい、はい、拭き取って終了です。であと締めると。はい、これ締めるのはさっきと反対の手順で。あ、そうですそうです。はい、はい、じゃあここ閉じていきます。はい、これパチンと。はい、これパチンと押し込むだけです。パチン。はい、3箇所、はい、パチンパチンパチンですね。できましたね。はい、でもね、これね、中に潜り込んで、はい、仰向けでやるんですよね、僕らね。まあそうですね、なんか嫌になってきましたね。まあなかなかね大変な作業ですね。はい、そうですね、慣れていればできるかもしれないですけど、ね、頑張ってみますね。はい、じゃあこれでリフト下ろしていきます。なるほどね。はい、下ろします。じゃあこれでボンネットを開けて。エンジンオイルはどこからですか？はい、エンジンオイルはここですね。あ、ここですね。はい、すごい綺麗なエンジンルームですね。ほんまですね、はい、これ12年ぐらい経ってるらしいんですけど。あ、そうなんですね。綺麗ですね。綺麗。よいしょ。お、これも硬いんですよね。硬いですか。私ちょっと工具使います。まあ、こういうペンチを使って。これそういうの持ってない人多いですよね。そうですね。あ、普通のペンチ。あ、もう普通のペンチですよ。普通のペンチでいけるんですね。はい、あ、そうです。ほんまやほんまや。へえ。つかないように。あ、あらら、取れちゃいました。取れてしまった。はい、はい、傷つかないように布を当てて。なるほどね。はい、これが、こうね、これね、はい、ここから。そうです。ちゃんときれいきれいして。はい、きれいきれいして締め忘れないように、ね、絶対目につくところに。あ、なるほどなるほど。はい、置きます。これ締めるの忘れてエンジンかけたらえらいことになりますよね。バーになりますで、これですね。はい、用意したオイルですね。はい、プリウスだったら020W20 ですね、の硬さを使って。で、これをここから入れると。はい、だいたい乗用車やったら4リットルぐらいですかね。そうですね、プリウスだったら3から3.5。あ、そんなもんなんですね。はい、だちょっと少なめに入れて。はい、1回見てっていう感じですね。1回見ていう感じですか。はい、これは長年の経験でどれぐらい入れたらいいかな。長年の経験で。長年の経験でじゃあちょっと1回量見ますね。はい、はい、1回まだまだですね。まだまだですね。はい、もうちょっと入れます。なんかそうやってると様になりますね。本当ですか。なりますなります。長年の経験で。じゃあ、そうですね、次のオイルの量見ていきます。見ていきますよね。なんかその格好してたら、はい、高校生のコスプレっぽく言われません？そうなんですよ。お客さんにあの体験学習ってよく言われ る、ね、言われますか。やっぱり高校生で体験学習で来てるのみたいな。あ、なるほどね。はい、失礼な失礼な、ね、
27歳だよっていうね、大人の女性だよ。そうですよ。えいえい、まだですね、まだ、はい、だこういう風にやるんだよっていうね、まあ、そうですそうです、そうですね、そうです、念のためです。多めに入れちゃうとね、そうまた下潜って抜かなあかんからね。そうなんです、そうなんです。そういうのちょっと安全牌でちょっとずつ入れてるんです。そういつもは実践してるんです。そうですよ、一発でパッと。そうですよね、いつもはね。そうそう、動画的にやってくれてるんですね。そうですよ、そうです、そうですよし、もうちょっとですね。もうちょっと、はい、もうちょっといい感じですよ。動画的にはそうしたらダメなんですよ。いい感じですか。本当ですか。もう本当ちょっとずつ入れた方がいいんですよ。そうですか。もう一回足しに行くのね。もうちょっと足してきます。よし、これでぴったりでしょう。はい、寺田さんやっぱり慣れてるだけあって、はい、動画のあれが分かってますよ。でしょ、分かってます、ね、分かってます。そうなんですよ、ね、動画的にこれぐらい確認した方がいいかなって思って。そうそうそう、で何回も入れに行った方が面白いですね。そうなんです、ね、ちょっと面白風の音楽入れてきます。お願いします、はい、ぴったりですわ。ぴったりですか。ぴったりですわ、はい、はい、じゃあこういう感じでレベルゲージを合わせて、でこれもちゃんとつけて、よし、これで終了。終了です。で、よし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 、オッケー、こんな感じで、はいはいはい、じゃあ閉めます。はい、終了です。ということで、はい、今回はこのプリウスを使って、はい、オイル交換の仕方を教えていただいたんですけども、はい、結構ね、これね、下潜らなあかんじゃないですか。そうですね、大変ですよね。もうそれは大変だと思います。でね、あと一個問題がね、はい、このオイル、うんうん、抜いたオイル、これ処分するのも大変ですよね。そうですよ、まあ、ガソスタとかに持って行っていただければ、お金を出して廃棄をしてもらうことは多分できます。ですよね、はい、これどっか捨てるわけにもいかんし。そうですね、水道の下水に流すわけにもいかんし。それはダメですね。これもまた大変ですよね、はい、ちなみにね、はい、今回やっていただいた作業なんですけども、はいはいはい、これ中谷さんお願いしたら、はい、いくらでできるんですか。そうですね、クーポンを使用していただければ1000円で。1000円、はい、で、まあ、もちろん動画を見ていただいた方も1000円で。あ、そうなんですか、はい、これ1000円でできるんですか。1000円でさせていただいてます。これオイル、変なオイルじゃないんですか。全く大丈夫なんですか。全く安心していただいて大丈夫です。どんなオイルなんですか。モービルです。そうなんですか、はい、モービルのオイル。そうです。1000円、1000円でオイル代込み。あ、そうです、そうです。作業代込み。作業代込みで。え、だってね、オイルだいたい4リットルぐらい。そうですね、よそで買っても、はい、2、3000円しますよね。絶対しますね。え、それ1000円、はい、何リッター入れても。絶対これ頼んだ方が楽じゃないですか。はい、ぜひ頼んでください。結局そういうことですよね、はい、もう自分でオイル買ってきて、はい、汗だくになって下潜って交換して、はい、これで出てきたオイルどっかに捨てに行かなあかんと、はい、大変ですよね。大変です。じゃあもうこれ中谷さんにこれからお願いしようと思います。ぜひ頼んでください。ということで、はい、今回はプリウスのオイル交換の仕方でした。はい、ありがとうございました。おそ松でした。